こんにちは、のんびりです。今回は不用品買取第2弾です。捨てるなら売ろう。第1弾では使わないカメラを持ち込んで売りました。衝撃の価格にびっくりしましたが、そのまま捨てることを思えば俄然お得、選別廃棄不要だし、お金がもらえました。で、今回第2弾では子供が遊びたわして壊れてるかもしれないこの品々を持ち込んでみました。では早速行ってきます。初めてで少し恥ずかしいのですが、まず持ち込む商品をお見せしておきます。エントリーナンバー1、多分皆さんはよくご存知のマシンだと思います。残念ながら私は触ったこともなく、今初めて触りました。買った時は高かったんでしょうね。プレイステーション2というやつですね。名前はもちろん知っていました。遊ばしてもらったことはありません。エントリーナンバー2、こちらもゲームマシンですか。一時代古そうです。動くのか動かないのか不明ですが、綺麗に保管してました。エントリーナンバー3、何台ゲームマシンあるのって感じです。昔は任天堂のゲーム機もあったりしたから、息子はゲームっ子だったんですね。資金は私の財布から出てたかもしれません。応仁主義だったのか仕事の虫だったのか、知ってたら私もこんなんで遊んでみたかったです。エントリーナンバー4、ちょっとやばいですね。 KSC MARK23、 これは重たい。本物のようなモデルです。価値があるのかないのか分かりません。一回打ったことありますが、本当にバキュンです。エントリーナンバー5、品名は不明、外箱なし、かなり重たい銃です。ガスとか BB 弾もあります。昔息子が外向けて BB 弾打ってたの思い出しました。何打ってたんだろう。エントリーナンバー6、プラモデルの数々、作りかけでも買うよって聞いていたので持ち込んでみます。ガンダムとかマクロスとか機動戦士ガンダムはギリギリわかります。でも私たちは宇宙戦艦ヤマトです。本当にこれ買ってもらえるのか、持ち込むのにも勇気がいります。エントリーナンバー7、ゲームソフトほとんどわかりません。コメントなしです。エントリーナンバー8、最後はカード類ですね。Jリーグ、エヴァンゲリオン、ドラゴンボール、サッカー話などしたこともないのに興味あったのか。価値についてはさっぱりわかりません。でも最近何かのキラキラカードが人気があるとか聞いたんですか。よく集めたもんですね。いつの間にって感じです。価値を知ってたらメルカリとかヤフーオークションとか参加するんですが、需要があるのかないのかも分かりません。金儲けはできない人生です。いや、どうなんでしょうか。持ち込んでよいのでしょうか。捨てるのも悲しいし、選別大変なので持っていきます。ちなみに息子はメルカリやったことがあり、私の金目のものは持ち帰って売ってましたが、この品々には目もくれませんでした。なんてことを。ただいま。ありがとうございました。買取金額発表。100円か。まあそうだよね。ここでこんなもんでしょう。これはわからない。ハードがあれだからちょっともこうなるでしょう。1800円、これは驚きました。500円、これも驚きました。銃は人気なんですね。で、250円、これが売れるのか。プラモデルバカにならないな。ハードの中に1枚は何かあるかな思ったけど残念でした。
3510円。個人的には大満足です。フルフォンの10円とかカメラの時の経験でこんなものかなと想像がつき始めました。皆さんも勇気を出して捨てるより売ろう。またです。